もこんにちは、セリナです。前回に引き続き5月6日全国発売のディオールサマーコレクション2022からディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーディオリビエラ001ヌードリビエラと002ピンクリビエラをご紹介していきたいと思います。同じサマーコレクションのサンククルールクチュールディオリビエラ479のバヤデールと779リビエラは前回の動画でじっくりとご紹介しておりますので、気になる方はぜひこちらもチェックしてみてください。今回は限定色のハイライトを室内の白い光、黄色い光、自然光での違いをお見せした後、既存色のディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー02ピンクグローとの比較やマスクでのハイライトの見え方もご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にもディオールのベースメイク比較やタバコスハイライトの徹底解説などもご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回のコレクションについて、ブランドからは地中海の船旅やビーチでのデッキで過ごす優雅な夏をイメージしたリラックス感あふれるエレガントなフレンチスタイルのサマーコレクション、ディオリビエラ。バヤーデルストライプ柄の限定デザインに様々な輝きとナチュラルなカラー、まるで太陽の光で色づくように肌に健康的なツヤをプラスして夏のクチュールルックを叶えます。ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーディオリビエラは自然由来ピグメント配合のロングラスティングハイライター。水面に沈む夕日からインスピレーションを得た2色のきらめくシェードにディオールバヤデールデザインが施された数量限定品、こめかみ、頬、デコルテに塗布できるマルチユースのハイライターというアイテムです。まずはこちら001のヌードリビエラから見ていきます。こちらはルミナスイエローゴールドというカラーです。伸ばしていくとベースはとても肌なじみがいいんですけれども、微細なレッドやラベンダーなどの多色ラメがきらめきます。見た目ほどカラーがしっかりつくという感じではなくて、すごくナチュラルで綺麗ですね。多色ラメなんですけれども、とっても微細なので派手すぎる感じにはならなさそうです。続いて2番のピンクリビエラを隣に塗ってみました。こちらは温かみのあるソーラーピンクというカラーで、伸ばしていくとこちらもとっても可愛いですね。先ほどの001番は素肌のようなナチュラルなカラーの上に微細な多色ラメという感じだったんですけれども、こちらの002番のカラーは肌の色に近いようなピンクカラーのベースに多色ラメという感じで、この002の方がラメ感が強い感じがします。ベースにピンク系のカラーがついているからか、シルバーのラメがより目立って透明感をぐんと引き出してくれそうです。2つを比較してみるとこんな感じです。両方とも多色のラメがとっても可愛いです。で続いて既存色のディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー02のピンクグローと比較してみたいと思います。軽くてしっとりしている質感は既存も限定もそんなに違いがないかなと思うんですけれども、カラーはこんな感じです。既存の02番ピンクグローの方がベースのカラーがしっかりつくような感じで、少し白っぽくなるようなピンクカラーがついて肌の印象を明るく見せてくれそうです。限定色の2色はサマーコレクションという感じで、ヘルシーな印象と透明感を両立しているような感じなんじゃないかなと思います。それでは実際にこちらに001番、こちらに002番を塗って、まず室内の白い光での見え方から比較していきたいと思います。今回ブラシはこちらメイクアップフォーエバーのフラットラウンドチークブラシ156を使っていきます。毛が柔らかすぎないのでディオールのハイライトのような軽い質感のハイライトもしっかりと乗ってくれるタイプです。一塗りでこんな感じの綺麗なツヤが乗ってくれます。見た目だと意外とヘルシーなゴールド系のカラーがつくのかなというふうに見えるんですけれども、素肌が透けるような感じでベースのカラーはとてもナチュラルです。
テナス地で見たときは微細なレッドやラベンダーなどのラメンのきらめきが多かったんですけれども、室内の白い光で見ると多色ラメンの感じはあまりわからなくて、本当に自然な濡れたような艶が出てくれますね。とっても自然で綺麗です。続いて反対側002番を塗っていきます。002もすごく自然ですね。ほんのり肌なじみのいいピンクカラーが肌に乗る感じなんですけれども、そこまで濃く発色する感じでもないので、ふわっと血色感を出したいときに可愛いと思います。ただ明るすぎるピンクっていう感じでもないので、絶妙な夏らしいヘルシーさも出ていますね。はい、まず室内の白い光で比較してみるとこんな感じです。両方ともパウダータイプのハイライトなのに濡れツヤに仕上がってとても自然で可愛いです。001はもうこんな感じで素肌が透けるようなベースに濡れツヤだけが乗ってるような感じで、002は角度によって血色感や柔らかさを感じさせるようなピンクカラーがわかります。ただ002のピンクも明るくなりすぎるタイプのピンクではないので、絶妙なヘルシーさがあって夏らしくてとても可愛いです。引きで見ると自然な濡れツヤに、002はピンクの血色感がわかりやすいかなと思います。続いて室内の黄色い光で見るとこんな感じです。黄色い光で見ても001は変わらず素肌のような濡れツヤなんですけれども、002のピンクがよりヘルシーさが増して見えるかなと思います。程よいヘルシーさもあってとっても可愛いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもとてもナチュラルな濡れツヤという感じなんですけれども、微細なラメ感が分かりやすいかなと思います。ただギラギラする感じではないので、どんなシーンにも使いやすいんじゃないかなと思います。両方とも濡れツヤ感がすごく綺麗ですね。続いては既存色の02番ピンクグロウとの違いを比較してみたいと思います。こちら側に限定の001を塗ってある状態なので、こちら側落として既存色塗ってみたいと思います。既存色の02番は一塗りでもこんな感じでとても明るさがあるピンクカラーがつきます。濡れツヤの感じは限定とも似ているんですけれども、パール感がより強いかなという感じがします。はい、限定の001と既存の02番比較してみるとこんな感じです。やはり既存の方がしっかりとパウダーが乗った感じがして、パールの効果でお顔を明るく見せてくれている感じがすると思います。限定の方がより素肌に近いような自然な濡れツヤという感じです。近くで見るとこんな感じですね。続いて黄色い光で見るとこんな感じです。やはりこの02番の方が白っぽく光る感じがするので、よりハイライトを塗った感は感じられると思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとこの既存の02番もすごくナチュラルなんですけれども、やはりパールの量が既存の方が多い感じがします。顔を動かすとこんな感じでツヤツヤ光る感じに対して、限定の方がとてもナチュラルな仕上がりです。はい、続いてはこちら側に既存の02番を残して、反対側限定の002番と比較してみたいと思います。はい、まず室内の白い光で比較するとこんな感じです。両方ともピンク系のカラーなので、この2つの違いが気になるという方も多いんじゃないかなと思います。限定の002の方が角度によって血色感と少しヘルシーさを感じるようなピンクに光って、既存の02の方が肌の色を明るく見せてくれるような白っぽいピンクのカラーが乗る感じです。ツヤ感もこんな感じで、限定の方がやはりナチュラルで、既存の方がパール感が強い印象です。同じピンクカラーでも全然印象が違いますね。はい、室内の黄色い光で見るとこんな感じです。
黄色い光にするとより限定の002番の血色感が出てきたかなと思います。近くで見てもこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとまずパールのツヤ感が違うのと、カラーもやはり限定色の方がしっかりピンクカラーが乗る感じがします。こんな感じでせっかくハイライトまで塗ってベースメイクを仕上げても、マスクをするとこのツヤ感とかが見えなくなってしまうんじゃないかなと思われる方も多いと思うのですが、マスクをしてみるとマスクの横側から意外とこのハイライトを塗ってる位置って見えていて、ここにこんな感じのツヤがあると横顔も綺麗に見える効果がありますし、今限定色の002を塗っているんですけれども、限定色の002のように血色感を感じられるハイライトを塗っておくと、チークは見えなくてもこの位置に血色感が足されるので、お顔がパッと明るく見える効果も得られたりします。なのでマスク生活でも意外とハイライトを入れてあげると立体感が出て、横顔もシャープに見せてくれます。はい、ではこんな感じで限定色のハイライト2色と既存色との違いを比較していきました。限定色は両方ともすごく自然な濡れツヤ感を出してくれるハイライトなので、濡れツヤ系のハイライトを使いたいけどクリームタイプなんかを使うとマスクでのヨレが気になるという方は、このハイライトすごくおすすめなんじゃないかなと思いました。001の方がもうより自然で素肌のようなベースに濡れツヤが乗る感じで、002は血色感も感じるようなピンクのベースに濡れツヤで光る感じなので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。